大気の器チャンネルです。やってきました、大気の器チャンネルです。皆さん1月15日ですよ。1月15日、もうね、1月も半分が終わりました。いや早いですね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、もうあっという間、もうね、あっという間に気づいたら桜咲いてるねって言うてますよ。皆さん早いですね。1月15日、もう1月15日までで今年ですね、ブログを全然アップしておりません。だ大輝さん、はい、なぜかね、何かあったのか、何かちょっと仕事で何かあったのかなと、なんかちょっと立て込んでんのかなと、なんかしてるから時間がないのかな、違います、ただ単にだらけていただけです。はい、何ですか、1月に入ってから特撮チャンネルはもう2回してるんですけども、当時に関しては3回ぐらいで、ブログ5回ぐらいしか上げてなかったのかな。まあ、どうせね、誰も見てないブログなんでね、YouTube だって誰も見てませんよ。だからね、もうそんなに、あれ、いや、それはね、でもまあ、いけませんよね。ね、はい。1月15日といえばね、もうね、まだ関西と神戸とかだったら、まだ松の内ですよ。今日までが松の内なんですよ。神戸とか、地方はね。大阪とかもそうなんちゃうのかな。長いんですよ、ね、1月15日まで。ということはね、まあ、今日まではまあまあ言うとは、まあ、上層期間と、正月的な感じじゃないのってな感じですから、はい。もうね、今日からね、頑張って、もうね、完全にボケております。はい、年末年始ボケね、いつまで年末年始言うとんねんですけど、ボケておりますけど、頑張っていきたいと思います。はい。でね、土曜日、ね、本日とか土曜日からかけてですね、特撮チャンネルの、はい、やろうと思ってたんですけどね、私ですね、次のね、この前回が、何でしたっけ、モスラ、ね、モスラだったんですけどね、次の特撮チャンネルがですね、これなんですよ。はい、本来なら今週、先週の土曜日にお送りするはずだった特撮チャンネルがこれ、妖精ゴラスなんですよ、これね。はい、もうね、すごい映画なんですけど、僕この映画ね、妖精ゴラスね、大好きなんです、僕これ。めちゃくちゃ好きなんです。ひょっとしたらね、僕ね、一番好きかもしれへん。ゴジラシリーズとかゴジラマニアって言ってますけどね、俺ね、でもね、一番好きなのこの妖精ゴラスかもしれないんですよ、ひょっとしたらね。それくらい好きな作品なんで、で、これをですね、本来でしたら1月の、13日の土曜日、ね、本来でしたら特撮チャンネルでお送りしようかなと思ったんですけども、12日にですね、私の所属する某団体、某工業組合青年部団体にですね、何ですか、新年会がございまして、まあ、深酒をしてしまいまして、見事な二日酔いですね。二日酔いでね、これ二日酔いで語るにはね、もう正直言います。もうそんな恐れ多い作品です、僕の中で。僕の中でこの妖精ゴラス、二日酔いでは語れない。しっかり語りたいと思いまして。で、ね、じゃあ月曜日、いつもね、まあ土曜日にやる言うて土曜日流して、月曜日にやってるから月曜日にやったらええんちゃうんかいって言うんですけどね、今日、まあなんていうんですか、喋ったらですね、これね、30分ぐらい喋るでしょ、特撮チャンネル。で、それ30分のね、映像を、編集ちゃいますよ。ほなそのまま編集なんかしてませんから、取り込むのにね、取り込んで YouTube にさらに取り込んで、パソコンに取り込んで編集中がまあまあ字幕つけてで YouTube に取り込んだらね、合計で、ね、3時間ぐらいかかるんですよ。3時間ぐらい、30分の映像ね。だから、あとまあやっぱりね、しっかりとちょっとね、これ語りたい、この感想を皆さんにお伝えしたいということで、ね、妖精グラスね、誰が聞くねんって話なんですけどね。はい、なんとかね、1週間延期したいと思います。はい、来週の、20日、1月20日土曜日、予告です、1月20日土曜日に妖精ゴラスやります。もう本当に僕の大好きな、めちゃくちゃ面白い作品ですんでね、これに関してちょっと、ね、力を入れていきたい。ゴジラの逆襲と違うんですよ。やっぱり妖精ゴラスなんですよ。はい。ね。もう失礼、ゴジラの逆襲ファンには失礼ですけども、やっぱこいつがね、これが素晴らしい作品なので、ぜひね、こう見ていただきたいと思いますね。まあ。今日ですね、この予告だけということで、もうすぐ5分いきますんでね、5分過ぎたらね、もう非常にまた編集、取り込みが長くなりますんで、もう終わりますよね。もう大気の器チャンネルね、本当でしたらなんですか、水金窟チャンネルのつもりでね、作ったんですけどね、ホームページ担当者が怒っております。水金窟担保をええ加減にしてくれと、1年ぐらい止まっとるやないかと。はい、皆さん申し訳ありません、水金窟担保できておりませんね。もうふざけんな、もうホームページ担当者がね、大気さんと、ええ加減水金窟行ってくださいと。水金窟を売るために立ち上げたチャンネルでしょうと。あなた、怪獣のことばっかり言ってるじゃないかと。怪獣のことばっかりじゃないですよね。ね、いろいろね、伝わってるんですけど、まあ、なあ、このチャンネルね、水金窟のこと流しませんよね。ほんまにね、もう僕も思ってます。水金窟の音全然流さねえ、水金窟屋がお送りしている大気の器チャンネル。はい。それでも、この妖精ゴラスの、
なんですか、予告ということで、来週の土曜日1月20日には妖精グラスやりますんで、皆さん乞うご期待ということで、水金窟もね、流しガンガン流していきますから、皆さんガンガン流していきますから、ね、1月15日もう松の内開きましたよね。関西というかね、か関西、大阪はあれか、あの恵比寿さん、恵比寿さん、恵比寿さんで正月終わるんか、どうなんや。神戸はなんか神戸の方は1月15日、関西全般ですから、僕もすいませんね、あの全然文化に詳しくなかって、あのもうこれぐらいが松の内やって言いますもんね。ということでね、もうね、完全開けましたんで、これからガンガン、はい、水銀窟チャンネルとして、そして特撮チャンネルとしてやっていきたいと思いますので、はい、次回は妖精ゴラスということで、はい、水銀窟も開けますね。はい、ホームページ担当者の S 君、もう今の人も S 君としか言いませんけどもね、あの会社 S の株式会社 S の S 君、はい、すいません、水銀窟行きますんで、はい、ということで皆さんね、もうどちらにも交互期待ということで、本日はお別れしたいと思います。どうもさようなら。